国際連合カンボジア暫定統治機構は、かつて存在したカンボジアの統治組織。国際連合の平和維持活動機関。略称はアンタック。国連カンボジア暫定機構とも。1991年10月23日に、調印されたカンボジア内戦の終結をもたらしたカンボジア紛争の包括的な政治解決に関する協定に基づき、 1992年2月28日の国際連合安全保障理事会決議745により国際連合事務総長のもとに設立された。アンタックの国連事務総長特別代表には国連事務次長だった日本のアカシアス氏がついた。統治機関は自由で公正な選挙で選ばれた議会が憲法を制定し政府を設立するまでの間と決められた。 国連は1991年10月に、すでに決議717により、国際連合カンボジア先見隊を設立しており、現地の先見調査に当たっていた。アンタックの任務はこれを拡大し、選挙の組織、管理をはじめとして、停戦の監視、治安の維持、武装勢力の武装解除、難民、避難民の帰還促進など、多岐にわたった。 アンタックは3月15日より、現地展開、実動を開始し、UNAMIC はこれに改変、吸収された。アンタックは7部門からなっていた。軍事部門は、オーストラリアのジョン・サンダーソン少将が、司令官につき、32カ国から1万6000名が派遣されるという、過去にない大規模な人員を要した。その他には、文民行政部門、文民警察部門、 選挙部門、人権部門、機関部門、復興部門があった。1993年5月にアンタック監視のもと、憲法を制定するための国民議会選挙が行われ、フンシンペックが第一党となった。9月23日に新憲法が公布され、翌9月24日には、ノロドムシュハヌークが国王として復位して、カンボジア王国が再建された。 これに伴いアンタックは同日付で任務を終了、同年末までに人員、機材は撤収された。アンタックは自衛隊にとっては初の PKO となり、ペルシャ湾派遣以来二度目の海外派遣となった。第一次として1992年9月から1993年3月まで、第二次として1993年3月から9月まで、停戦監視要員8名と、 カンボジア派遣施設大体600名が参加した。自衛官以外では、文民警察要員として1992年10月から1993年7月に、警察官75名が、選挙要員として1993年5月23日から28日に、国家公務員5名、地方公務員13名、民間人23名の、計41名が派遣された。 このカンボジア PKO 全体で日本人からは中田厚人国連ボランティアと高田春之警部補の二人の巡職者が出た。また、カンボジア内戦に関わった中国にとっても初めて本格的に参加した PKO であり、中国人民解放軍から軍事監視要員と公平部隊470名が派遣された。ありがとうございます。